消費者金融の自動契約機が集まる建物、自動契約機とは、消費者金融、クレジットカード会社の支店や無人店舗に設置されている大型媒体で、遠隔地との間で身分証明書の提示と情報入力などにより審査を行い、その場で金銭賃借の契約手続きとサラ金カードやクレジットカードを発行する大型情報機器である。契約機が設置してある場所に、 無人店舗が多いことから、無人契約機とも言うが、人手で審査が行われるため必ずしも正しいとは言えない表現である。1993年にアコムが設置した無人訓が最初である。類似したもので、銀行系消費者金融会社のカード申し込み機がある。これは、マルチメディアキオスク端末と同等の大きさで、契約申し込み書類の投函、本人確認資料のスキャンと、 キャッシングカードを発行する機能に特化したものである。また、三菱東京 UFJ 銀行にも、口座の開設各種届出などができる自動受付機があり、三井住友銀行にもローン契約機でも、通帳を発行しない携帯かつ、総合口座扱いとはしない普通預金の口座開設が可能である。主要なメーカーは、オムロン、NEC、沖電気工業である。 業種は異なるが、東日本旅客鉄道や西日本旅客鉄道の一部の駅で導入が開始された指定券などの対話型無人自動券売機、もしもし券売機カエくん、緑の券売機プラスも遠隔地との間で証明者などの画像も含む情報をやり取りして乗車券類を購入することから、技術的には自動契約機に近い。契約に際して、 消費者金融会社の社員と面会してのやり取りをせずに契約申し込みや融資を受けることができる。技術的には通信回線を使ったテレビ会議システムを応用したシステムで構成され複数のテレビカメラで室内にいる契約者の表情や姿を専用回線を通し遠隔地にいるオペレーターにモニターされ挙動不振がないか調べ店頭での面会による手続きと 同じく対面予診を用いて、信用度をチェックしている。自動契約機を、受付端末、オペレータ端末を、決済端末と称し、その接続形態は1対1対応から1対、N 対応、さらには、N 対メートル対応が可能であり、決済端末の拠点を母点とし、1母点から、複数台の受付端末を操作することが可能であり、この効率性から急激に発展した。 身分証明書や契約書の確認も、操作やファクシミリを応用しており、即座に確認できるようになっている。審査後カードが作成されると、隣に設置してある、現金自動支払機ですぐキャッシングできる利点がある。通信回線があれば狭いスペースにでも設置でき、人件費のほとんどかからない、無人拠点を多数開設できることから、利便性向上、増益、 人権費削減に貢献したものであるが、人目を気にするのを好まない人を呼び寄せるために作られたとも言われ、消費者金融からの借り入れを容易にしやすくすることで、自己破産、クレサラ問題の発端であると考える指揮者も多い。他人のものや偽造した健康保険証など、顔写真なしの本人確認書類を用いての契約が過去に多発したため、収入面より、 本人確認書類のチェックに重点を置く傾向がある。実際に、個人信用情報の本人申告に基づき、健康保険証紛失の登録があるものの、健康保険証を用いて、自動契約機で契約し、即座に限度額いっぱいまでキャッシングするという不審な行動があったため、契約を受け付けた社員がすなわちに警察に通報し、詐欺、横領の容疑で検挙された事例がいくつかある。 ありがとうございます。